トビアスにはいつも頭にくるが、俺にも責任はある。何とかしてやりたい。奴を救えるチャンスがあるなら、やってみるべきだな。でかい犠牲が必要かもしれん。俺を密告したかもしれんしな。くそ。レイモンド、すごい場所だな。ここに住んでるのか？住んでた。チェックアウトの時間は過ぎてる。ブルームがどんな契約で誰にお前を狙わせたか調べよう。ブルームのシステムに侵入したいが、昨夜のデータの結果は散々だった。 CTOS のアクセスポイントなら少しは警備が手薄だろう。お前のシンクタンクまだあるのか？ブルームフォージか。あ、まだある。たまにスペアパーツをゴミから漁ってた。あそこを甘く見るな。始まりはハッカースペースだったが、ブルームが金をつぎ込んだ。絶対に連中をなめない方がいいぞ。暴走したエンジニア、企業予算で運営されるマッドサイエンスだ。所詮は高価なおもちゃを持ったオタクどもだ。友人を使う。こっちだ。犬がいるのか？アレルギーなんだ。犬じゃない。いや、その猫にもアレルギーがある。よし、俺はブルームフォージに向かう。ドアベルが鳴っても返事はするな。連中はドアベルなんて使わないと思うぞ。侵入即脱出だ。手口を変えたと気づかれる前にな。くそ、警備に抜かりはないようだな。Whoa! I don't want to die! What?
Anyone hear anything?罠が仕掛けてある。サプライズを台無しにしてやるか。さあ、いい質だ。フルーア、レーザーが仕掛けられてる。種類は？レーザーにそんなに種類があんのか？ガスレーザーだけでも8種類はある。窒素、二酸化炭素、アルゴン。勘弁してくれ、防犯レーザーだ。あ、そうか、それは俺のだ。なんだって？なら迂回できるか？それを発注した後にブルームフォージから移動になったんだ。まだあったのか。古臭い技術が好きな連中だったが、それに引っかかるとブルームフォージはオフラインになって侵入できなくなる。くそ。そうもないな。友人、出番だ。友人は俺の携帯とつながってる。ここからできることは何でもカメラを通してできるはずだ。よくやった友人。お帰りの時間だ。停止させるにはリルートさせる必要がありそうだ。インテリどもめ、驚きやがれ。ブルームがうちのハッカースペースに投資しようとしたせいでメンバー間に対立が生まれた。一部のメンバーは企業に支配されるのを避けたがっている。だって俺たちのやってることに反するだろう。その反面、でかい金の動く話でプロジェクトも大規模になる。研究所はブルームが付けた名前のことで大騒ぎだ。ブルームフォージ。俺はいいと思う。ビートは抜けた。金のために悪魔に魂を売るのはごめんらしい。今週ローズと俺は正式なブルームの研究所に配属され、新しいプロジェクトについて知らされた。中央制御システム、略して CTOS と呼ばれている。街全体で実行されるプログラム。ここは随分とお前っぽいな、フルは。それは褒めてるのかな。何の仕事してた？ブルームの前だ。内圧の変化に応じて伸縮するモジュール式バルブシステムだ。ああ、それとレーザーも。なるほど、まさにお前だ。ここを通るにはハッキングが必要だ。
冗談だろ。フルワに電話しないと。あ？おい冗談だろ。あ、何が？何がだと。何がじゃねえよ。奴らは深夜にここでヤクのパーティーをしてる。さて、フルーアの情報はと。くそ、想像以上だ。ここを出たらすぐに奴に知らせてやるべきだが、まずは脱出だ。そろそろ脱出する時間だ。電気を遮断する。これでいい。見えるか？いや、何も見えない。 That doesn't look right。友人、お前を改良するのはどうだ？よし。は？ Possible visual。Whoa!Wait a second. I think I see something. Have a look around. Watch your back.Taking hits! Better get a closer look. お前のファイルを見つけた。正直に言う、かなりまずいぞ。 A ランクのフィクサーに狙われてる。俺も同じタイプに追われている。何年も自分の痕跡を隠してきたが、奴らは俺の生体認証を手にしてないはずなのに居場所を探り当ててくる。お前のことも喉から手が出るほど欲しがってるようだな。10年も経って、理由は？わからないが、脱出の計画を立てる前にどうにかしないと。だが情報が少ない。今分かってるのはお前がホームレス街に住んでることをフィクサーが突き止めたことだけだ。そうか、あそこに戻るつもりはない。次はどうする？考えがある。お前を拾ったら第二段階へと移ろう。その言い方はやめろ。発作が起きそうだ。ついてから起こすよりはマシだ。
お前でフィクサーをおびき出すからな。嘘だろ。レイモンド、嫌だ。やるしかない。ド派手な騒ぎになるぞ。Watch yourself!Arriving shortly.